っと一息でチャンネル、いつもありがとうございます。ですね、今回はですね、最近ちょっと徳永英明さんの、歌ったカバーですね。徳永さんって結構女性ボーカリストのカバーをたくさん出されてて、一時期ね非常にブームになった時もありましたけど、そんな中今回はですね、人形の家、廣田美恵子さんですね、ちょっと歌ってみました。これはですね、私がそうですね、まだ本当に何歳かな、3歳ぐらいの時の歌じゃないかと思うんで、曲自体を知ったのは大人になってからなんですけどもね、非常に切ない語りと最後のバッと張るところですね、あれが非常に難しいなと、あの切り替えがね非常に難しいなと思いながらちょっと歌いましたけど、今回懐かしいと思われる方もいらっしゃるんじゃないかと思います。人形の家、歌ってみました。どうぞ。顔も見たくないほどあなたに嫌われるなんてとても信じられない。愛が消えた今も誇りにまみれた人形みたい、愛されて捨てられて忘れられた部屋の片隅、私はカバーアルバムのアレンジも独特で、非常になんかこうちょっと緊
張感のあるような、バックの音がガンガン鳴ってるのって割と気にならないんですけども、結構ピアノソロだったりとかちょっとシーンとした曲って音の入りがすごくですね緊張するんですよね。そのことを思いながらちょっとね歌わせていただきましたけども、皆さんどのように感じだったでしょうか。今回は人形の家歌ってみました。最後までお聴きいただきましてありがとうございます。それではまた次回、最後はせーの指ハート、ありがとうございます。